愛の空死年、愛の空死年、愛の空死年、ロシア語、1886年3月5日から1970年9月1日は、ソビエト連邦の政治家、オットー空死年の妻で、コミンテルン職員、後に、諜報員。フィンランド人。旧姓は、トゥルキアイ年、ターシャナン。第二次世界大戦前の日本に派遣され、偽名を用いて、上流階級野生会に、 こういう関係を築いた。彼女がソビエト連邦のスパイであることは、日本では戦後になるまで知られることはなかった。愛の空死年は、ロシア帝国の一部分であったフィンランド大公国で、両親の三番目の子として生まれ、子供時代の大部分を中部フィンランドで過ごした。中学校卒業後、ヘルシンキの外科病院付属の四年生看護婦、養成所へ進み、 看護婦の資格を得て、すぐ、1909年に、鉄道管理技師のレオ・サロラと結婚した。1919年に、夫をクーシネンと出会う。偽名を使って、フィンランドに入国し警察に追われていた夫を、友人の依頼で、一晩だけかくまったのである。二度目の出会いは、三ヶ月後の1920年の玄関のある日のことであった。知り合いの養父母の家に、 オットーが滞在していたための偶然の出会いだった。その後、ストックホルムへ移ったオットーから手紙が届くようになる。ヘルシンキに療養所を開く準備のために訪れたドイツでオットーの親友でコミンテルンの仕事をしていたユルヨシロラと出会う。そのままシロラの勧めに従ってモスクワへ赴いた。当時、オットーはサンクトペテルブルクにいたがモスクワに戻ってくると 二人は結婚登録書で結婚し、トベルスカヤ通りのホテルルックスで暮らし始めた。1924年から1933年にかけてコミンテルンで働くようになる。1921年には夫がコミンテルン執行委員会、駅の初期に任命されており、ホテルルックスの部屋で夜に行われたコミンテルンの会合には1922年から参加していた。 肩書きは、スカンジナビア専門人で、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの政治、経済情報の収集が主な仕事であった。華奢なこの女性は、コミンテルに一番のコケティッシュな猫、フリッツ・グラウバウフと呼ばれた。1924年秋のジノビエフ所管事件の後、コミンテルルの秘密活動は、老農赤軍参謀本部第四局等へ移された。後に、 長報員として日本へ派遣された時の所属が、労農赤軍参謀本部第四局でったのも、このためである。1930年にエリザベート・ペッテルソン名義のスウェーデンのパスポートを携えてニューヨークへ向かった。主な任務は、アメリカ共産党とフィンランド人労働者協会の調査であった。1933年にモスクワへ帰還したが、 二年半の間に多くの職員が逮捕され、コミンテルンの雰囲気はひどい状態にあった。再出国を希望して、老農赤軍参謀本部第四局の長官ヤンベル人と接触する。ベル人からの提案は日本への派遣であった。今回はエリザベート・ハンソン名義のスウェーデンのパスポートを携えての旅となった。ベル人との通信には、 イングリッドという名前を使うことが決められた。1934年、日本に到着し、帝国ホテルに宿泊した。到着の翌日に、東京朝日新聞のインタビューを受けている。カメラマンを連れて訪れたのは、中野男爵を名乗る男性で、これ以降、色々と便宜を図ってくれることになる人物である。ベル人からの連絡は、謎の博士から伝えられることになっていた。その、 博士はホテルルックス時代に面識があったリヒャルト・ゾルゲであった。帝国ホテルは高額なため、九段坂下の野々宮アパートへ移り、日本での幸福な日々が始まった。任務はジャーナリストや有力な政治家などに友人を作ることであった。1935年の暮れに突然モスクワへ呼び戻された。老農赤軍参謀本部第四局の長官は、 セミオン、ウリツキーに変わっていたが、日本へ戻りたいという願いを聞き入れることとなる。日本における社会的地位を高めるために、その国と人々を商用する本を書くように提案され、ストックホルムで、微笑みの日本、デッドリーンの日本をスウェーデン語で執筆した。本が出版されると、夫を、ウリツキー、そして日本の友人たちに発送し、再び日本へ向かった。 1936年10月8日付、東京朝日新聞に、スウェーデンの女作家再び来朝と題する、顔写真付きの記事が掲載された。2年前日本に来た、スウェーデンの女流作家リスベート・ハンソン女子が今春、首都ストックホルムで発行した、微笑む日本、デッド霊園で日本を、お土産に7日の秩父丸で、日をつこり来朝帝国ホテルに行った。 同年10月22日付東京朝日新聞には、北欧の女流作家に微笑む東京の姿、第二の印象記、ハンソン女子機構と題する続報が掲載された。この続報には、エリザベート・ハンソンのサインと共に、上半身を写した写真も掲載された。サインの上には、デッドリーンド東京、微笑みの東京の文字が見える。その後しばらくしてこの本の英語版、ジャパン。 ランドオブスマイルが外務省によって用意された。微笑みの日本、デッドリーンド日本は国会図書館と国際交流基金の図書館に納本保されており、閲覧することができる。この2度目の来日でも、しばらく帝国ホテルに宿泊した後、九段坂下の野々宮アパートへ移っている。その後、中野男爵の紹介で、 最上流階級の社交の場にも招待されるようになり、皇居での園遊会や、ある長距離飛行士のために、昭和天皇が模様した歓迎会にも招かれた。また、天皇の直宮である秩父宮にも数回あったことがあり、これらの事実が、ゾルゲ事件関係書類に、イングリッドに関する記述がほとんどない理由とされる。1937年の暮れに、 モスクワへの帰還命令がゾルゲから伝えられた。帰還命令は、アイノだけでなく、全員に出ていたが、ゾルゲはこれに従わず、その後日本で逮捕されることとなる。モスクワへ戻ったアイノは、1938年1月1日に、逮捕される。モスクワ市内の刑務所での15ヶ月にわたる、尋問の後、北極圏の国寒のボルクタの、強制労働収容所へ送られた。 1946年末に釈放されたが、元政治犯は居住地が制限されていたため、国内を放浪することとなる。ソビエート連邦からの脱出のため、アメリカ大使館に救いを求めるが、このことが再逮捕の原因となった。1949年に再逮捕され、モスクワ市内の刑務所での14ヶ月にわたる尋問の後、モスクワの東400キロのポチマの 強制労働収容所へ送られた。1953年3月5日に、スターリンが死去すると、収容所から多くの将校が姿を消し、4ヶ月後には、大粛清の執行者であった、ラブレンチー・ベリアが解任された。このことは、政治犯にとって希望の持てる出来事ではあったが、自由を得るまでにさらに2年以上の歳月を要した。1955年に、 ソビエト連邦の検事総長宛てに再審を求める書簡を送り、同年、これが認められて名誉回復がなされた。1955年10月に釈放され、モスクワへ戻ったが、住宅を確保することも困難で、知人宅や軍の住宅等を転々とする生活が続いた。フィンランドへの帰国を望んだが、夫が生きている限り叶わぬ夢であった。 1964年5月17日に夫は83歳でこの世を去った。ソビエト連邦史上最大級の国葬では対面を整えるために悲しみに沈む未亡人の役を演じた。帰国のためパスポートやフィンランド生まれであることを証明する書類等を数ヶ月かけて用意する。その証明書は義理の娘であるヘルッタクーシネンが作成してくれたものであった。 ようやく一年間有効の書類を手に入れ、フィンランド大使館は3ヶ月滞在用のビザを発給した。1965年2月28日にフィンランドへ帰国したが、ソビエト連邦の政治の中枢にいた人物の妻が西側へ出のは初めてのことであった。1966年にボルフガングレオンハルトは回想録を書くための手助けを依頼される。 初めて会ったアイノの印象は魅力的な個性と驚くべき知性、素早い理解力を備えた老婦人というものだった。老夫人は流暢なドイツ語を含め数カ国語を話した。ドイツ語で執筆された回想録の原稿は1967年には完成していたが、出版は死後にとの本人の希望でレオンハルトのもとに保管された。 1970年9月1日に愛の空詩年は波乱に満ちた生涯を閉じ、回想録は1972年にウィーンで出版された。原書、ただし日本語訳は英訳からの重訳。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。